美容版・タイガーファンディングではどうぞ失礼します にも、己を変えたいと願う志願者が美のプロフェッショナルへと立ち向かう。まずは、ご経歴をどうぞ、小林優吾、え、二十二歳。神奈川県から参りました。現在は、S. N. S. で活動しております。あなたが思い描く未来の姿は。容姿へのコンプレックスを克服し、自分に自信を持って、十年以上抱えているマスク生活に終止符を打ちたい。 美容の力で未来を変えろブレイクダッツッあれ小林優吾はい。ホッケー出てましたよね。あ、ホッケーもはい、出させていただきました。おお<ー>、はい、出たがりさんかなん <laughs> <laughs> ならうちのクリニックでね、来てくださいましたよね。はい。行かせていただきました。そう。実は僕が目の手術してます。はい、おお<ー>。この2人やっていただきました。ということで、また来ちゃいましたかはい、また来ちゃいました。 なんかもう日本のコンプレックスを代表するような存在になってきましたけども <laughs> 大丈夫ですかいやそうですねちょっといやもう今回こそはという感じでこ,こそはこ,こそはやっぱ <laughs>、はい、林ごときの150万じゃそういうわけじゃないんですけど改めて、まあ、別の形で、ね、ちょっと今回起こさせてもらいましたはいまあね視聴者の方々ねえっと本家の409人目でしたっけねはい409人目で 志願者で出ていただいてますのでそちらもねえっ、ー、と見ていただいて今回、まあ、なぜ美容版に来たのかっていうのをねちょっと聞いていきたいと思いますはい、はい、今回からですね新しい虎の方が、えー、参戦してくれてます桑鶴先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、軽く自己紹介の方お願いします歯科医師をしています桑鶴と申します、はい、よろしくお願いします大家さんは一応歯も気になってるって書いてあるけどそうですねはい気になってるとこ多いなめちゃめちゃあります正直すごいたくさんありますあ本当ですか じゃあねもうちょっと皆さんの方で聞き出していってもう本当にねちょっと本編も見たけどさ悩み多すぎやねん、はい、お前、はい、っていうね、はい、そこもちょっと掘り下げていければなと思います、はい、小林さんまず自分がどういうことに悩んでてなんでここに来たのか、はい、簡潔にね虎の方々で、ね、説明してください本当に僕が一番悩んでるのは容姿についてですこれはあの本家レワントラに出させていただいた時もあのお話しさせてもらったんですけどもともと目はよかったです 人と同じぐらいの視力はあって、まあ、ただそこからだんだん視力が落ちていくっていう病気で小学6年生ぐらいの時に一、まあ、回ちょっと急激に落ちてしまったタイミングがあって、まあ、そこで若干こう鬱のような形になってしまって、まあ、そこから自分に対する自信がどんどんなくなっていってしまって。 まあそこからですね、容姿へのコンプレックスっていうのはそこから始まりました。今回こう出させていただいたのは、まずそこの容姿に対するコンプレックスを克服したいというところと、えっと、あと、まあ先ほど話した通り、自分に自信がすごくないということで、何するにもやっぱり人の目を気にしてしまう状態が今ずっと続いていて、まあそんな自分を今日は変えたくて、ここに来させていただきました。結構顔もういじってない、はい いじってますね。めちゃくちゃお金かけてます。ちなみにじゃ何をやったのかちょっと教えてください。そうですね。えっ、ー、とまず目のえっ、ー、と最初埋没をしましたね。二重の埋没をして、えっ、ー、とあとはまリトリフトなんかもやって、それが初めてやった整形がえっ、ー、と埋没とリトリフトだったんですけど、それがちょっと失敗というかリトリフトはこう糸が何本かこう外にこう 皮膚の外に飛び出してしてまったりとか埋没は2週間ぐらいで取れちゃったりとか何かこうあんまりこう自分の思うようにいかなかった結果になってしまってますそこで100万円ぐらい使いましたその後にまたさらに埋没を加えたりとかあとは鼻ですねの磁界軟骨の移植とか、えっと、プロテーゼだったりとかを入れたりとかあと顎にもプ,プロテーゼを入れたりとかしててえっと最終的に目は。 埋没したんですけど、さらにその後また切開全切開目頭と二重の全切開をしたので。まあ大体合計二百五十万円ぐらい,、はい。かけて整形をしてます。まあね、ちょっと佐々木先生いらっしゃるんで。はい、整形的な余地はどうですかね。うん。そうですね。まああの、パッと見顔立ちかなり。うん まあ、整ってる部類といるとうかですねもう結構いい感じなので正直整形で疲れてる感じを解消するっていうのはかなり難しいんじゃないのかなっていうふうには率直な意見ででありますす、はい、そうですねなかなか難しいんでもうちょっとキャラクターとかそういったのを掘り下げて何かできるところがあればなっていう方が大きいかなと思うんですけどもちなみに具体的にその、はい、どういった時に疲れてるなっていうふうにご自身で思うんですか そうですねやっぱ一番は写真撮った時とか写真写りですねなんかこう他の集合写真でもそうですし自分だけの写真でもそうなんですけどそういう時にやっぱりあなんか目の下くぼんでるなとかほうれい線目立っちゃってるなとかなんかそういうのがすごい気になってそれがもう多分中学ぐらい中学3年生とかそのぐらいから、まあ、ずっとそんな感じでなんで大体写真撮る時はマスクつけてとか。 あなるほどまあじゃあ普段こう人に指摘されるとかじゃなくてどっちかというとこう自分あの集合写真とか見たときに自分で写真見たときに何か自分すごい老けて見えるな,な疲れて見えるなっていう感じなんですね。はい、そあります自分でそう思う部分もあるしやっぱり人から言われたことも何度かあって何か「疲れてない」とか「なんかこう写真写りあんまよくないよね」とかって言われることが結構あって、まあ、それでこうずっと悩んで。 るっていう感じですねあなるほど、うん、あその写真写りって結構難しいところで、はい、捉え慣れ慣てる人の方がやっっぱり綺麗に写っちゃうんですよねで、まあ、そこを整形でどうにかしようと思うと結構日常生活チグハグしちゃうことがあるんでまあ静止画の中だとすごいきれいに見えるけれども実物見るとちょっとおかしいよねっていうことになりかねないので、はいまあ、そこのところも含めて、まあ、ちょっとそうですねあのもうちょっと話させていただいて。はい 協力できるところがあればなっていう感じですかね。第一印象としては。はい。メイクとかでもどうにかなりますかね。そうです。今、実際メイクされてます。あ、今はしてないです。されてない。はい、うん。株式会社仕事人コーポレーションミックスプロ代表小川優作。 絶対的自信を誇るヘアメイクメイクアップの技術顧客の悩みコンプレックスを解決に導く圧倒的実績で3面積まで予約が埋まる美のカリスマぶりを発揮する美容師とメイクアップアーティストの二刀流志願者の悩みをいざ必殺されてない、はいうん、そうですね、まあ、疲れたところっていうのは、うん、今でも疲れてるような感じで自分では思ってるんですか自分ではそうですね うんなんか心の問題のような気がしますけどで自分で整形されてで今綺麗な顔になってると思うんですけどそれでもコンプレックスがあると変えたいとそれって、はい、あの私から見るとすごくキレくて肌質も良くて自分の心の問題のような気がするんですけどそれはどうですか心の問題も正直あるとは思いますやっぱりもう本当にずっと長年悩んできたことなんでまあ、それがずっとそのまま 染み付いちゃってる部分もあれかなとは思いますそれが心の問題だとして、はい、結局どういう風うな感じになるんですかね自分の中でなんかでもやっぱりどうしても自分の中ではもちろん精神的な部分もあると思うんですけど分かってるんですかうん分かってるようで分かってないあるんだろうなっていうなんですけどやっぱり写真撮った時のやっぱ疲れちゃってるなっていうのはどうしても思っちゃうんですけど、ね、結構本当にそれはもう毎回 ぐらいに思っちゃって、自分だけじゃなくて周りとに比べた時にとか、まあ、集合写真の時にとかでちょっと思っちゃって。気持ちはわかりますけど、あなた全然悪くないので、あのそれ以上に思っている人世の中五万といるんですよ。うん。でそれでお金かけまくってね、はい、今回も整形したいって言ってこれ出てきてるでしょう。うん。だからちょっとねベクトルが違うのかなと思います。うんもう写真見すぎちゃう自分の。 そんんな見てみたいな。いやもう疲れてるみたいな。そんなことあるみていね、だって見た目客観的に見て全然アランドさんの方が疲れてそうですよ。いや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 全然んかちょっと色白いもんアランドさん。どうですかアランドさん的には。んか結局視力が失われるかもしれないわけじゃないですか。別に自分がかっこよくなると見えなくねって思うんですけど。そうなんですよ。 今のコンプレックスをどうにかしなきゃと今のうちにどうにかしなきゃみたいな見えてるうちにどうにかして自信をつけなきゃみたいなのでなんで焦りがめちゃくちゃあってだから多分その本編出させていただいてすぐこうやってここにまた美容版に出させてもらってるっていうのもめっちゃ正直内心すぐ焦ってて目が見えなくなななくる前にに完璧な自分になりたい美容版タイガーファンンディングへの挑戦美のプロフェッショナルたちは志願者の言葉を。 どう受け止めるこれ「インフルエンサー」って書いてますけど、はい、何のインンフルエンサーなんですか今は失明宣告っていうのを受けてるじゃあ見えなくなるまでにこう今残されてる視力とかハンデがある中でじゃあどういうことに挑戦していくかとか何をしていくかみたいなもの,ものを今発信してますで何か愚直に頑張ってたら押せるんですけど、はい、結局せ人のお金使って整形整形ってなってて、はい、えなんかん。 何に誰に希望を与えてる確かにしかも自分では写真見比べて鬱っぽくなりますっていうのも見えなくなるわけじゃないですか <laughs>、うん、自分の内面を変えないと何の改善も結局されないしじゃあもっともっと自信が仮にゼロだったとするじゃないですかじゃあ目の二重性器をしてプラス何ポイントになったんですか自分の自信はプラスはかなり。 なってます。プラマックス100マックス1だと40ぐらいになりじゃあ残り60は何したら埋まるって思ってるんですかっていうのが、はい、今希望今回の希望内容ってことですか？そうですね。これで100になります？僕はでもなると思ってます。毎回それと思ってるってこと？毎回思ってます。もうこれだけやればここだけ直れば絶対自分に自信が持てるっていうふうに。 あそ,そしたら目をして、はい、じゃあ100点になりました、はい、鼻をして100点になりましたっ、はい、ずっとずっと要はそういうわけではなくてごめんなさいあの目もやってプラスで、うん、その例えば目の下ちょっとくぼんでるからヒアルロン酸打とうとかくぼみも治って二重にもなってちょっと自信がついたみたいな根本はずっと当にこの疲れやすいというか疲れて見えるような 願望を直したいっていうのが根本にあって、まあ、それプラスでなぜかいつもこう負担をやったらじゃあもっとよくなるんじゃないかとか、マラソンを走らせますか？ブラインドランみたいなのもあったりして、はい、あの日本のブラインドラン協会っていうのもあったりするんで、荒野さんさっき言われたみたいに小林さん自体がこう、はい ぼんやりしててるっていうか向かってる先がゴールがあんまり見えてないなっていうところがかなりコンプレックスが次々生まれてくる原因なのかなって例えば太ってる人だったら痩せたいとかあのもじゃもじゃな人だったらそれはツルツルになりたいとかそういうのが小林さんの中でこうなりたいとかここが絶対直したいとかいう自分の中でも曖昧な状態でただ不安不安で焦ってしまって。 こういうい場に出させてもらったりとか、まあ、その政権にお金をかけたりとかしてしまってるっていう自覚はもちろんもう本当に長年悩んできてそう自分のこともすごい考えてきてはいるのでそれはもちろん分かった上なんですけどなんか正直だからこの施術をしたら自分に自信が持てるっていうのは正直明確には全然、うん。 やっぱりこう、他人の目をずっと気にされてるっていうのがすごい、あの、感じるんですけど、自分にじゃあ逆に没頭できる趣味ってありますか、はい、僕だったらもうずっともう本当走ってるのが一番こう自分に没頭してる時間で、はい、その時は一番あの、ビジネスのことだったりとか、クライアントさんのことだったりとかっていうのを考える時間になってるんですけど、はい、小林さんが何かこう、没頭できることっていうのがありますか没頭できるものだと、今はなんか SNS、それこそライブ配信とかもしてるんですけど、 SNS でこう自分のことを発信して、まあ、それによってまあコメント欄とかで「勇気生まれましたか?」頑張ろうと思いましたって言ってくれる方もたくさんいらっしゃるっていうのは、まあ、これまで SNS やってきて自分の実績というか中の一個自信になっている部分でもあるしあとは音楽とかはすごい昔から好きなんで趣味でずっと歌ったりとかもしているのでそういうところには時間を割いたりとか自分の熱を注げる部分かなとは、うん 思ってますわかりました、はい、あの僕も令和の虎本当に大好きで、はい、ずっと見てて小林さんの髪ももちろんその日に見たんですけどもその日と髪型が全然ゴロッと変わってるじゃないですか、はいですね、これって何か心境の変化があって変えたんですか、はい、うそうですねまあそれもやっぱり自分に自信が持ちたいっていうのが一個ありました髪明るくしたのも見た目からというかまあ何かこうイメージを自分の中でも変えることによってちょっと自信がつくんじゃないかっていうのはあって できることはこうやっていきたいなっていう思いがあるしこれからもっともっといろんなことに挑戦していきたいっていう気持ちももちろんあるんですけどその中でやっぱりどうしてもこうついてくるのがこう今回出させていただいているまあその容姿に対するというか自分にが見ている自分がすごい疲れて見えてしまうとかまあそういうところがすごいあってまあもし美容に関するアドバイスだったりまあその内面的なアドバイスだったりをいただけたらなと思って。 桑鶴さん的には小林くん歯が気になってるんでしょ、はい、笑顔がちょっと苦手なんですよ。ちょっとっいい手見せて。できなくてそんなに悪くないめちゃ綺麗ん。悪いやちょっと近くで見れますかね。あはい、いや歯並び悪くないですよ。はい 噛み合わせはどうです気にかみ合わせはちょっと悪いですけどただこの歯並びで気になってるっていうよりは、はい、笑い方が多分わからない内面的なもんだと思うんですよね医療法人社団スマイルアート理事長桑鶴隼人 東京と品川区を拠点に大井町フラミンゴを経営心理歯科治療インプラント治療を中心に国内トップクラスの治療を提供見た目から噛み合わせまで理想を追求する歯科治療を実現するドクター隼人志願者の笑顔に新たな輝きをもたらす内面的なもんだと思うんですよね歯並び自体はいいので、はい、もっと歯出して喋れる方が内面的にも自信はついていくのかなっていうふうには思いますで色も結構もう白い あ、本当ですか？ホワイトニングって半年に1回ぐらいしないといけないんですよね。はい、なので、ずっとお金払い続ける必要もないぐらいの綺麗な色なんで、もっと自信持って笑うだけで、歯には自信が出るんじゃないですかね。そうですね。なんか本当にそれこそ、その中学からずっとマスクつけて本当食事と。それ以外人前に出るときはずっとマスク。つけて るん当に仲いい友達と2人でいる時でもマスクつけてるぐらいずっとマスクつけててなんでだから人前でこうマスクを取って喋ることだったり人前でマスクを取って笑うことだったりがも,うものすごいなんかこう自分の中でこうすごい何て言うのストレスじゃないですけどにちょっとなってしまってて笑っった時の歯とかもコンプレックスになっててまあもう一つ考えられるのであればその歯にほとんど削らないラミネートベニアっていうのがあるんですよね。 それでまあ形も色も整えて貼ってみる、はい、でもう笑えるかどうかっていうのをやってみるのもありかなって歯直して笑顔に自信が持ってる人って結構いるんですけど、はい、この場合は多分そんなに変わんないかもしれないですね。はい 本当に歯並びがちょっとね、やっぱ人から見て、あれっていう感じだとね、そう、矯正とかすると、すごい笑顔、華やかになりますけど、小林さん、全然ね、一般的に綺麗いなめっちゃ綺麗やし、なんなう口元綺麗ですよね、まだね。さっき横顔見てたんですけど、めっちゃ綺麗だなと思って。完成されてるやんっていうね。ただ喋ってる時に、上唇があんまり上がんないなとは、思いましたね。だから本当に笑ってないですよね、本気で笑えてないというか。 えここにヒアルロンサンタが打ってたりします？あ打ってます。はい。笑い方変わりました。はい変わりました。これえいつぐらい打ちましたちなみにここにヒアルロンサンタ？えっと最後それこそあの天草に生かせていただいた。ありがとうございます。あの時だね。私が打ちましたからね。そうです。なるほ笑い笑いずらくなりました？いやそんなことは全く。あじゃそれ元からってことなんですか？あそうです。あなるほどなるほど。全然本当に多分口角上げてないというかマスク取っている時が。 上がらなないんんですよなんかうまく口元がずっとなんかこう固まってるというか感じがずっっとあって、はい、それはご自身でお家で鏡見ながら笑った時とかも同じですそうですねマスクつけてると多分それはもう本当に多分心心的な問題だと思うんですけど、うん、だから、はい、あのカウンセリング来るんですよで、はい、もっとどうしたらいいですかって言われるんですけど いや顔じゃねえっつうのみたいな結構, <laughs> 結構美容外科泣かせというかいやもうやってくれたなお前みたいな <laughs> そうなんで林さんから150万引っ張っとんねんんでね <laughs> そこでちょっと質問なんですけど、はい、あのー、林社長から150万の用途っていいです、はい、今回の資料で資金が50万なんですけどはい、はい、えっと林社長から出資いただいたはい、はい、150万円っていうのははい今はですねあの TikTok 僕ちょっとやっててはい、はい、その TikTok の運用資金に してますもともと音楽活動をしたいから MV の費用だったりっていうふうに書かしてもらってたんですけど、はい、SNS まずはやってしっかり知名度とかをつけてつけられてからそういうの活動はしてた方がいいよねって話になって今テ TikTok 頑張ろうということで、はい、TikTok の編集の外注だったりとか、はい、動画作成だったりとかを依頼する費用だったりっていうところにあの今残金今どれぐらい残ってるんですかままだ多分相当残ってます、えっと、8月から動画投稿スタートしたので100 三十万円ぐらいはあります。で、この五十万っていうのはひねり出したような感じ、はい、そうですね。あの自己資金として。はいうん、マスクの下見られたくないのに SNS を始めた理由っていうのは、もうその視覚障害の方に、はい、まあ勇気を与えたいからっていうことなんですか。僕が もともと本当にすごい自信がなくて、それこそ表に出るのも全然、あの、苦手なタイプだったんですけど、変われたきっかけっていうのが、それこそ SNS で活動するインフルエンサーの、よく名前出させてもらってる DJ 社長とか、YouTuber のヒカルさんとか、他すごい憧れてる二人がいるんですけど、まあ、そういったインフルエンサーの方々を見て、こう自分も何かに挑戦したいって思って、SNS を始めたっていうのがあって、まあ、自分もそういう立場になりたいなっていうのがあったので、最終的な目標というか、自分がなりたい姿っていうのは、SNS を通して、 自分が活動してるのを見て今まで自信がなかった人が自分に自信を持てたりとか何かこう挑戦しようって思えるきっかけを僕が作りたいと思って今こう発信してるっていう、はい、本件の時も SNS 更新されてましたもんね、はい、そうですねはいでも本件の時もギリギリまでマスクつけたいっていうのはやっぱ SNS 発信っていうか撮ってる時は人格が変わるっていうか循環が変わるいうかが変わるっていうかコンプレックスがやっぱり前に出てきてしまってちょっと自信がっていうふうになっていってしまうのが これね<で>いつまでたっても終わんないよあの小林君、はい、あなたはどこをどう整形しても何をしても変わんないよ、うん、そういう問題じゃないね、うん、自分自身の内面の問題で整形とかじゃないベクトル勝ちは、うん、だってかっこいいし。 だし自分が思ってるだけだし、はい、誰もあなたのことを興味ないから、はい、そんなに言われても気にしない方がいいと思うし、うん、自分が思ってるよりも周りがあなたのこと思ってないですよ、うんうん、なので気にしなくていいんですよ。ねえガンとなる部分がどこなのか結局コンプレックスがさ生み出される根源があるわけじゃんそれ自分の中で見つかってんのそれは。うんうん、いや多分自分の中でも分かりきってない部分というか本当にただ自分に自信がないところから始まって 人と顔合わせるのがちょっと嫌になってしまってマスクをつけるようになってそこから多分こう容姿にコンプレックスがみたいな形なのでこれがあるから自分の顔に今自信がないっていうのはちょっとあんまり自分自身でも正直あんまりコンプレックスを売りにしすぎてコンテンツがコンプレックスになってるから引くに弾けないんでしょだからなんかずっとコンプレックス持ってて で、なんかインフルエンサーって言ってるのに別に発信する中身ないし、なんか周りの虎とか、周りの人たちから、その応援してもらおうとか、してもらおうとして、で、金も引っ張ってっていう、周りからなんか吸い上げて、何も与える側に慣れてないから、なんかインフルエンサーって言えるのかなって。マスクつけたら100円で解決するのに、なんで150万、社長から <laughs> 引っ張ったのかわからないんですよ。<laughs> だってみんないいって言ってすよ全員いいって言ってるんですよ、外見は。で、マスクつけなきゃ無理だっていうのって言ってつけりゃいいじゃないですか、100円じゃないですか。 悲劇のヒーローを目指されてるんかなっていう感じのイメージですよね。よねちななみにのああるんですかうんでですすすかかははいりまてう病病気名色素変性症っていう病名で、うん、人によってそれこそ症状全然違う病気で僕は多分その進行がちょっと早いタイプでなんであと5年っていう,こうリミットがつけられてしまってるんですけどもちろん5年で見えなくならない可能性も全然あるので。 これ一応5年で失明っていうふうに診断されたって書かれてますけど、はい、この失明っていうのは失明もいろいろあるじゃないですか、はい、これは社会的失明なのか医学的失明なのかどっちっと医学的なああなるほど、はい、もうじゃあか結構完全な失明っていう感じで、ね、そうですねああなるほどそうです完全に見えなくなるっていう,うんまあ結構だからまあ珍しい病気の中のさらに重い方を引いてしまったっていう感じです、ね、そうですね逆にコンプレックスを売りにしたインフルエンサーになるっていうのはどうなんですかね 喋っててる感じを見て負の要素結構大きいと思うんですよね、はいすはい、逆にそれを売りにしてしまったら流行る元にもなるんじゃないのかなあえてそのポジティブの方にいかずにネガティブのの方でで攻めててみるっていううはどうなんですかね,そうですね前回出させていただいた時もやっぱりそのネガティブネガティブを出しすぎて何かこう同情を買ってるだけじゃないかとかそういうふうに捉えられてしまっても仕方ないよねっていうお話を確かに頂い,いて自分の中でも考えてその通りでもあるし。 そう思われててしまううなっていうのはあっのあたんですけど正直やっぱ自分自身の武器というか自分に発信できるものがやっぱりそこしかないその目の視覚障害のことがやっぱり自分の強みでもあるし弱みでもあるし世間からいろいろどう思われてしまうかっていうのはすごい考えてるんですけどやっぱりそこを武器にして届けられるものも僕はあるんじゃないかなっていうふうに結論になって。 なんで今はこう名前にもそのあと5年で見えなくなってしまうだったりとかいろいろプロフィールに書,か書いたりとかもしててそれはやっぱりなんだろう自分の一個の発信の武器として自分にしか伝えられないものなんじゃないかなっていうふうに捉えて今発信してるんですけどやっぱりでもどうしてもマイナスマイナスになってしまうなっていうのは常に僕は思ってます。自分の目のの目こと以外にやっっっっっぱりこう容姿だったりだだたたたコンプレックスがたくさんんあててそれをどううう断ち切ったらいいんだろうなっていろなは こう最近でもそうですし自分の中でずっと考えていることではあってなので今こう心的な問題っていうふうに確かに会う人会うう人人から僕言われるんですよね。全然見た目いいじゃんっていうふうに言ってもらえるんですけどそれでもっていうことでなんか本当にこう背中を押してもらいたいというかどうどう自分と向き合っていけばいいのかっていうのを。 教えてもらいに来させてもらったっていうのもちょっと正直なところあります。暗っ。暗いめちゃめちゃ。なんなんいや、本当は、そうなんですよ。僕、本当はめちゃめちゃ明るく行きたいんですよ。前向きに行きたいんですよ。なんか。いやいや、あのな、障害者のね、まあって言っていいのかわからないけど、障害者のインフルエンサーっているじゃないですか。既存に。みんな明るいっすよね。めっちゃ明るいです。逆行くん。 どっち張りなのそれいやまあまあこうね令和のトラネッたけど音武さん、はい、手と足、ね、5体不満足じゃないですか、はい、でも明るいですよねだしコメント力めっちゃあるしなんならねなんか女の子と遊んじゃったりするわけじゃないですか <laughs> それがすごいですよね、はい、それでも全然なんか言われたって別に元気にやってるじゃないですかこ、はい、んな暗くなったらこっちも暗くなりますよね。道場を見たいのいのや全く 全く、いや、本当にそんなつもりないんですよ。本当に、全然どうしよう書いたいとかもないし、<laughs> こう、暗くいきたいとかもないんですよ。なんか、明るくめっちゃいきたいし、なんか明るく発信したいし、自分の性格も明るくしたいとはすごい思ってるんですけど、その明るく仕方がわからないというか、どう明るくなれるのかが自分でも分かってないというか。今ちょっと明るくなりましたいや、明るい。周り <laughs> にさ、いる環境が良くないと思うよね、普通に。はい そうなんかさすごいしんみりした環境にいんのかなってもう1500日後に失明するワニみたいのやればいいやんもう, <laughs> もうしょうがないでそんなさくじ引いちゃったんだから失明するくじをさ、はいはい、そしたらそれもエンジョイするしかないんじゃないのでなんでその顔を変える方向に行くのか分からん、うん、自分の強みがわからないマイナス思考が続く志願者その根底にある課題を探る虎の面々この局面一体 どう戦い抜く次回後半戦物語の結末を見逃すな本家とは違う小林をちょっと見せてくれないと <laughs> いい,い,い今日一でいい <laughs>